暴走の影響だってんだ。 Yeah!
Come on.
クライブ、まさか。奴だ。奴が火のドミナントだ。あいつが火のドミナント。13年前のあの日、俺は奴を見た。あの姿を忘れるものか。
Yeah.
おとなしくなったか。なんて力だ。クライブ。 国王が自ら出てくるとは。ご出陣なさいますか、リオン様。もちろんだ。どうかご分を。 Thank you.
隊の再編を直ちに。ディオン様、不穏分子が北部の難民に紛れたのでしょう。コートでは被害が。父上、進行はどうされた？はい、つがなく。ですがその対応に追われ、こちらへの増援は見込めません。問題ない、進行がご無事ならそれでよい。余がなぎ払えば済むことだ。出るぞ。俺が助手を。ようやくお目覚めか。まったく驚かされた。ガルーダの力を吸収した上にお前が火のドミナントとはな。ほんと見てて飽きねえよ。殺してくれ。俺がやったんだ。俺が殺したんだ。俺がジョシュアを殺したんだ。なのに俺はのうのうと生きて。頼む、俺を殺してくれ。殺せ、早く。死にたければいつでも殺してやる。だがな、ここにいる以上は俺の言うことを聞いてもらう。うちにはふぬけを養う余裕なんてないんだ。せいぜい役に立ってもらうぞ。服を着ろ。裸を見る趣味はない。それを着たら広間に来い。俺に何をしろと言うんだ。広間に来いと言ってたな。
あんた、もう出歩いていいのかい？何か用か？俺か？わかったか？どれが欲しい？いつなら敵なしだ。よし、できたぜ。また来いよ。いらっしゃい。さあ、見ていきな。いただくよ。持ってきな。いい選択だ。他に売りたいものはないかい？これで少しは懐が潤うだろう。確かに引き取ったよ。他に売りたいものはないかい？また来ないよ。おかわりもほどほどにね。なんだ新入り、しけた。なるほど、これも肥料に使えるのか。何か知りたいのかね。
新たな視点を得られた気がするぞ。まだ話していなかったことを思い出した。備忘録を見たいのだな。知りたいことがあったらおいで。話し相手になってくれるかしかね。そんな。いつでも来なさい。ひでえ面だな、クライブ。裸じゃないのがせめてもの救いか。黙れ。言い返す気力が残ってるならそれでいい。これからガブと合流する。奴が誰を探してるのか忘れたわけじゃないだろう。それはお前がへばってる間に奴から知らせが来た。火のドミナントに関して何かしら動きがあったようだ。お前のためにガブは危ない橋を渡ってる。関係ないとは言わせねえぞ。合流場所はキングスフォールだ。支度をしたらすぐに出るからな。ガブとの合流場所はキングスフォールだ。支度をしたらすぐに出るからな。この道も昔は人が行き来してたが、黒の一帯が迫ってこのざまだ。誰も寄りつかなくなっちまった。俺の知ってる抜け道の一つさ。ガブはこの先だ。行こう。いつまでふぬけてる気だ。だが、もう考えてみろ、クライブ。俺たちはまだ。ザンブレクの呼び笛だ。近くの砦は唐の昔に放棄されたはず。続きは後にしよう。俺は奴らの様子を探ってくる。お前はガブと合流しろ。いや、俺は。いいか、頼んだぞ。いい子だ。
火のドミナントは俺だったのに、ガブに謝らなければ。シドのやつ、何が抜け道だ。相変わらず魔物だらけじゃないか。
りだ。
トルガル、何を。そいつを逃がすんじゃない。ガブ。なんだ。おい、例の脱走兵だ。こいつも始末しろ。邪魔をするな。生きて返すな。どこにいた。ガブが追われてる。何、怪我をしてる。逃げ切れないぞ。分かった。この雷に撃たれるのはどいつだ。クライブ、お前は竜騎士をやれ。
急げ。これでよし。まったくお前らしくもない。こんなヘマしやがって。奴らの頓傷を漁ってたら見つかっちまってこのざまさ。だけど二人のおかげでなんとか助かった。ありがとな、本当に。で、収穫は？クライブ、例のクソ野郎の行き先が分かったぜ。ガブ、あれは？奴は今、ロザリアへ向かってる最中だ。従者とな。この目で、ザンブレク兵たちとやり合ってたのを見たが、あれは間違いなく、火のドミナントの力だったよ。そんなはずは。クライブ、あの時どういうわけか、お前は召喚獣になった。お前が、フェニックスを殺した火のドミナントかもしれん。だがお前は見たはずだ、竜巻にいたローブ姿のやつを。俺もあそこで見てる。やつはいたんだよ、クライブ。じゃあ、あれは何者だ？さてね、それは分からん。分からんが、全てが明らかになってるわけでもない。きっと何か見落としてる。何を？フェニックスの祝福に誓いを立てて、弟の仇を討つためだけに生きてきたんだろう。だったら自分で真実を掴んでみろ。それから死ねばいい。シド、俺礼を言うならガブに。ありがとう、カブ。いやいや。渡り鳥を見かけませんね。黒の一帯の影響が広がっているんだ。急がないと。明後日にはロザリアに入ります。
もう一度あの地へ。奴を止めるんだ。そしたらあいつ、巨大な火の竜巻を出したんだ。そいつはすごいな。ああ、また俺が話を持ってると。クライブ、彼女、目が覚めたわ。そうか。うん、言ってやれよ。さて、俺には野暮用がある。グッズ、出かけるぞ。ガブ、お前もちゃんと見てもらえよ。おお、肩の傷が痛む。死んじまいそうだ。え、何なの。ちょっとな。ほら、早く行こうぜ。チル、モーグリさん、かわいいね。なんて。親方にどやされる前にちゃっちゃと片付けねえと。本当にあなたなのね。ジル、クライブ、生きてたのね。君も二度と会えないかと。体は大丈夫か。ええ、クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは。驚いたよ。なあジル、よければ話してくれないか。なぜ鉄王国に。あの日フェニックスゲートが襲われたと聞いて間もなく鉄王国が攻めてきた。エルウィン様を失って混乱していた時よ。ロザリア軍は一方的に敗れたわ。そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに私は芝の力に目覚めた。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。ええ、その日から私はさらわれた人たちを盾に取られ、兵器として生きることを強いられた。君までドミナントに。え？
クライブ、聞かせて。一体何があったの？すべて俺がやったことだ。そんな、あなたが召喚獣になってジョシュアを。現に俺は火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手でジョシュアを。クライブ、俺はあの日の夜、そうだ、あの男、俺に何か、何と言ってた。サーシス、見つけたぞ。何をだ。クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら、私が一緒に受け止めるから。ジル、俺は、わかった。なら、その服を着替えないとね。ここ、私の部屋なの。盛り上がるなら、よそでやって。ああ、すまない。後でね、クライブ。出発する前に、支度を済ませておくか。支度を整えるわ、クライブ。あんたがいつまでもここにいると、彼女、着替えもできないんだけど。ケネスの料理は最高ね。よう、クライブ。少しはここに慣れたみたいだな。悪くない場所だ。そいつは結構。実は、また頼みたいことがあるんだ。もちろん。ただでとは言わない。だろ。それがここの流儀だ。お前も言うようになったじゃないか。さて、また隠れ家のみんなに料理を届けてほしいんだが、どうだ、やってくれるか。ああ、いいだろう。助かるぜ。それじゃあこいつをエントランスに居住区、あとチカロウに届けてくれるか。みんな腹をすかせて待ってるはずだ。任せたからな。なるほど。俺も肥料に使うか。モーグリさん、かわいいね。なんて言ってるんだろう。まさかモーグリ族なのか。実物を見たのは初めてだ。
森の奥に隠れ住んでいて人前には姿を見せない幻の蛮族。子供の頃に読んだ本に確かそう書いてあった。ネクタールというのか。俺はクライブだ。あ、なんとなくだが、それは大変だったな。何か用か。何が必要なんだ。またな。手短にな。何を作る？またな。おう、どうした？あんた、まだこの牢に用があるのか？ケネスからだ。おっと、飯を届けに来てくれたのか。腹が減ってたんだ。ありがとうよ。ずっと牢の見張りを。そうさ、隠れ家の平穏を守る大事な仕事だからな。中のやつをほったらかしにはできないだろ。あんたももうここにはぶち込まれるなよ。次のベアラー保護に。おお、新入り、いいところに。どうかしたのか。わしの助手が土の採取に向かったきり帰ってこんのだ。もしも彼女の身に何かあったらと思うと、気が気じゃないとはこのことか。頼む新入り、様子を見てきてくれないか。わかった。行ってこよう。おお、ありがたい。彼女が戻ってきたら相応の礼をするぞ。それで、あんたの助手はどこに？ロストウィングの外れにあるゴールトン農場にいるはずだ。ベアラーが一人で出歩くのは危険だが、あそこは良質な土を採取できるのでな。彼女に何か起きてからでは遅い。一刻も早く向かってくれ。食べられる果物の種類を。おや、何か用かい？ケネスから届け物だ。おお、待ってたよ。じいさん、飯が届いたぞ。食えるか？彼はどうしたんだ？病み上がりで休んでもらってる。ここは療養所も兼ねてるからな。みんなの世話は俺の仕事だが、食事ばかりはそうもいかん。ケネスのおかげでいつも助かってるよ。あんたも届けてくれてありがとう。お互い頑張ろうぜ。さあじいさん。
ら、いい匂い。そろそろご飯時かしら。ああ、ケネスからだ。わざわざ持ってきてくれたの？なかなかラウンジに行けないから助かるわ。ずいぶん忙しいんだな。ええ、この子たちが話してくれなくって。それにチョコボ臭いままお食事なんて迷惑でしょ。水浴びする時間ももったいないしね。チョコボたちのお世話に専念したいから。ありがとう。ケネスにもお礼を言っといてね。これで全て届けたな。ケネスに報告しよう。新しい部隊を作る必要がある。お疲れ、クライブ。届けてきてくれたか。ほら、約束の報酬だ。受け取ってくれ。ここのみんなはそれぞれの仕事をして助け合って生きているんだな。ここのことを分かってきたようだ。お前の働きも助け合いの一つさ。もう立派な隠れ家の住民だよ。だといいが。ああ、みんなも認めてる。これからの働きにも期待してるぜ。オーグリさん、かわいいね。なんて言ってるんだろうね。